い時その20代って言われましたけど、はい、特に年末がやっぱすごいんですよ。年末なんですか、うん、年末はあの大人数で洗うんで50台ぐらい洗います。12月31日、はい、8時ギリギリまで洗ってますだいたい鍛え上げられますね。最後に純水っていう水をかけるんですけど、普通の水道水だけだと乾いた後にシミが残ってしまうので、この純水をかけることでそのシミをなくすんですよ。どうしても洗車すると細かいところに入った水が後でこうポタポタ垂れてきてしまうんですけど、垂れた時に乾くと水道水だと白く跡が残っちゃうんですよ。でこれをかけておくことによってその白い跡がなくなります。最初にこのバスタオルを使って粗拭きをします。今あのエアガンを使って隙間に入った水を吐き出していくんですよ。汗が止まらないですねここから拭き上げに入ります。緑色のタオルはマイクロファイバータオルで、あのすごく繊維の細かいタオルで汚れを結構拭き取ってくれるんですね。で傷になりづらいですね。ピンク色のタオルは柔らかいタオルで、どちらかというとあの水を吸収するのに使ってて、だいたいボディ一周してドアの隙間をこう次2周目で拭いていくんですけど、手順はみんな同じ動きでやるようにします、はい、最後タイヤワックスを塗って仕上げですね。タイヤはあのワックス塗ると黒く光って綺麗に見えますので、最後にこれで塗っただけじゃなくてホイールをちょっと綺麗に拭いて最後ワックスを拭き取ってツヤを出します。念のため最後にもう一周だけボディのチェックをします。洗車終わりました。お疲れ様でした。すごかったね腕は落ちてなかったけど、そうですね、もうちょっと落ちてなければ磨いてきますこれが丁寧に隅々まで一応ムートンって手に入れたり、あと仕上げでタオルをした通り見たので完璧だと思います。40度ぐらいですかねでも気持ちいいですはい、この暑さの中、1日20台も洗車、かなりこさえます今日はあと10台ちょっとぐらいはあるんじゃないかなって思ってますよし、コウヘイ、次頼むわ。I'm walkingAll these thoughts are running, yelling, catch me if you can. And I'm wondering if I should chase behind or stop wondering and try to take a stand.